地震でガスメーターの安全装置が作動してガスが出なくなったので、ガス漏れがないことを確認した上で外のガスメーターの方に行って復帰させていこうと思います。ここは光っているので、ここのキャップを取ってこれを押し込んでいきます。そして離すと消えるはず。多分しばらく経つと消えるので、中でお湯を確認してみます。しばらく流し続けてもお湯にならなかったので、もう一度外に出て復帰ボタンを押してみました。2回目でも点滅が収まらなかったので、しばらく置いてからもう一度押してみたところ、点滅が消えています。で、お湯が出るかどうか確めてみます。暖かくなってきました。お湯が戻りました。ということで、こちらの内容がもし参考になったっていうことであれば、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると励みになります。それではここまでご清聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。失礼します。